よくブラザー2人でいろいろ浮きましたよね。そうやな、あのまだ健吾がまだ前の車やった時とかな、いろんなとこ行ったな。あのね、まあこれ見てくれるという人もしかしたら知ってるかもしれんけど、あのね、僕らブードゥーマーダーズ時代によくイベントやってて、うん、でそのイベントでね、V を流すみたいなのもあって、でそれこそもう二人きりでこんな感じで車乗ってロケ行こうっつってペットショップ屋行っていっぱい、うん、まあまあ行ったな。はい、懐かしいですね。アメ車見に行ったもんな。ああ行きましたね。アメ車のイベントな。あれもあのファン、そのファンクラブイベントで流したんでしたっけ。せやな、イベントで流したり、あとーホームページの会員サイトの動画、はいはい、会員しか見れへん動画とかでな、それや流してたな。あれ結局ね、僕パソコン持ってなかったんで、うん、1回も見たことなかったんですけど。ほんまに、はい、この前あの動画とか入ってるパソコン全部飛んでもうてな、もう見れへんわ。僕らの思い出が消えたわけですね。え、その動画っていうのは見てる人は保存しようと思ったら保存できますか。見てる人は無理ですか。多分無理やな。動画あダウンロードできひん感じのデータやったし。なるほど。あれでもあんなやってたの走りちゃうかな俺ら。いやほんまそうっすね。ロケとか結構やってたもんな。イベントで使えるわっていうので。そうっすね。あのブードゥー経費からブラザーズ高いあのビデオカメラ買って、はい、その後もう私物ブラザーの私物になって2万円。ああそんなもんすか。ハンディカムやな。はいはいはい、あれそんなもんやったんすか。深夜の番組でやってるやつやわ、はい、通販で。ああへえ。今あれブラザー持ってるんすか。いやあれもう返上したよ。あそうなんすか。返上するわそんな。へえ、全部返上したわ。ああそうなんですか。ホームページもめっちゃ金かけてたしな。そうですね。あれは確かに。え、あれってあのお金ってブラザーが払ってくれてたんでしたっけ。ホームページ作ったのは俺の退職、はいはい、退職した時の金やな。ああ石屋退職した時の20万使ってホームページ作って、あそうなんですか、うん。じゃあ今なんかツイッターとかな、はい、あの SNS とかみんなやるやんか、はいはいはい、でそれで情報流すけども、 あれって結局そのなんていうかな、あのネット社会って考えた時に、はいはい、要はあのなんていうのホームレスなわけやんやつらは。はいはい、あそうですね。 SNS 使うだけのやつはいわゆるホームレスなわけ で、 そうですね。でホームページ作るともれなく自分の家が持てるわけやんか。そっから情報を発信することによって確かな情報を流せるし、そうですよね、うん、っていうので俺はホームページにこだわって金かけて作ってんけど、やっぱ今考えてみてもせやな、ホームページの方がいいよな。うん、あの SNS とか、そうですよね、使うんやったらやっぱり素人臭いですもんね。そのせやねんな、はい、あれがどうもな、やっぱ同じレベルに立つ覚悟なかったらやったらあかんしな、うん、使い方間違ってるレスラーなんか腐るほどおるしな。めっちゃ聞かれるんですよ、そのファンの人とかにもね。やらんのすかって。はい、でもうね、いやまあやらへんし、でもしやっててもなんで教えなあかんねんって言ってやるんですけどね。なんで俺が教えなあかんねん。でも言語の情報を知りたいやつとか多い思うで。もうねそれがもうこのまさしくこのニコプロのこの番組の特権というか。なるほどね。これみんなここでしか見れへんっていうな。そうですそうです。はい、硬いところ好きやわお前の。いやでもほんまにねえ、こんな仲良くなれるとは。そやな、ほんまだよな、うん、俺健吾のこと知ったん俺あのプロレス休業してる時の、はい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 、なんかなあれDVD もらって、はい、ど真ん中プロレスかな、はい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 、ね、ど真ん中プロレスの映像をもらって見てて、第一試合に出てたこいつなんか生意気やな、クソ生意気なやつやけど、はいはいはい、なんかこいつ
なんか頑張ってほしいなって思ってたんが健吾やったよ。後に会うわけですね。後に会うわけやな。その数年後に。なんかびっくりすんだあれ。なるほどね。いやもう言ったら僕なんてブラザーのことは小学生のとこからテレビで見てる人ですからね。イタリアンコレクション。あの時僕小6とか。小6。そんなんすよ。ブラザーあれ1、2年目とかですか。もうちょい経ってます。だ5年時2年目ぐらいかな。そうやな。2年目やな。デビューして2年目の時ぐらいかな。メキシコから帰ってきてすぐぐらいの時やしな。はいはいはい。あの時はね、まあそのまあもちろんブラザーに限らず、その個性強い人いっぱいいたじゃないですか。だからうわ登竜門すげえなーって思いながら見てるな、覚えてますね。今一緒にバッドボーイでタッグ組んでる連中もみんなそうやろ。そうですね。登竜門。いやーなんか。ね、僕あ登竜門入りたいなと思った時も実はあったんで、登竜門入ったら何期生になってて、で どんな感じやったのとかいろいろ思うんですけど、結局やっぱり僕はこの、ね、ルートをたどってたから多分今の僕があって、あ、まあ、それはあるんかもしれない、うん、ほんまに良かったと思って間違いなかったかなって最近思いますね。なんせプロレスラーになるにはどうしたらええやろって考えて、喧嘩強かったらなれんちゃうかなと思って喧嘩にあげくれたやつ、多分トーレも行っても多分あかんじゃんかな。トーレもは多分行ってたら多分もうなんていうのプロレス業界でなんやねんって言ってやめたかもしれない。なるほどね。でもやっぱりね、僕はこう道の駅入ってからも特にこう登竜門と登竜門出身のレスラーと絡むこと多いですけど、やっぱりね登竜門の選手はレベル高いですね。まあまあみんながみんなじゃないんかもしれないですけど、わかんないですよ、そのやばいやつもいるかもしれないですけど、でもやっぱりあメキシコ行ってやっぱりそのルチャの基礎を学んできた人たちは違うなって実際思いますね。まあ浅井さんの教え方やなんかなって、俺らもこの今この立場中堅層になってきて、やっぱ下の選手教えることがまあまあ増えてきてんけど、教えんのバリむずいな。俺なんかもう感覚でしか動けへんから、それをこう言葉で伝えたりするんがなんせ苦手やな。だからまあそやな、言語にも別になんか教えたわけでもないやんか、教えた記憶なんか特になく、まあ、試合通して、はいはい、いやまあそうですね、そのなんていうの、見て盗む、まあそやな、俺はそうしてもらった感じやし、うん、だって練習でいくらできても試合で出せへんやつなんか腐るほどおるし、やっぱ試合で通してやっぱ実践、あの時もう練習いうても一緒にトレーニングするぐらいやんか、はいはい、練習なんかしてへんやんかな。まあね、だからもう実践やな、実践であそこまでやったしな。そうですね。まあでもそのブードゥー時代はこう振り返ったら、まあしんどいこともいっぱいありましたけど、うん、楽しい時間やったらと思いますね。まあでもあれなかったらな、合流できてへんしな、うん、できてないし、そうそうそう、で、その今の僕というものは確実に作り上がってないというか、やっぱブラザーとの出会いでかいですね。もちろんタルさんもそうですけど、あ、でもほんまな、あの時大変やったけど、今言語がこうやって道のくプロレスのレギュラーでな、うん、ほんま、めっちゃ試合数も増えてな、そうですね、それが一番なんか嬉しいわ。あの時月1試合あるかないかとか、まあまあそんな時もありましたもんね。試合に飢えてたもんな。ああよく2人で言ってましたね、試合したいわ、試合したい、試合せな始まらん、こんなこと喋っててもとか言ってそうそうそう、いやーまあでもね、最初の頃なんか、まあ後半別にねその楽しくやってたんですけど、最初の頃はやっぱりね、こうブラザーもタルさんも僕に対する厳しいメートルがあって、
何やっても怒られるんですよ。あれはあかんわとか、コスチューム一つにしてもそれやないわお前で二人からボロカス言われるんです。なんなんやろなこれと思って。そうです。でもほんまに二人が言ってることは楽しかったなって今になってやっぱ思いますね。ほんまに。うん。俺とタルさんに言うということはやっぱ若干違うやろ。でもえ、まあまあ違うことももちろんあるし、うん、でも二人がそれそうやとこう一緒になって言うこともいっぱいあるんで。でもあの時からでも健吾ってあれやな、はい、目指したスタイルって、はい、なんか俺ら似てるような。まあまあそうですね、そうやと思います。どんなスタイルのな、はい、俺らが見ていったプロレスも、はい、なんか見てたし、はい、そうですね。あの代々木上原うろうろしたんですけど、イギリスあんま見つからずに。イギリスあったけど人いっぱいあった。そうブラザーとね、あのおすすめのお気に入りのお店に今日連れてきてもらいました。そう、ここは渋谷のウッドウッドテラスっていうあのジャマイカ料理のお店で、東京大会の後とか前乗りした時にまあまあちょいちょい来るかな。今度はここに来たらブラザーに会えるかもしれないですね。じゃあ試合前後とか試合前後やったら会おうかもしれない。ジャークチキンになりました。ジャークチキンね、あのブラザー前一緒、あブラザーと何回か一緒に行ってるあの京都のほら木屋町の中にあるレゲエ居酒屋みたいな、あっこねちょこちょこあの、まあ、最近ちょっと行ってないですけど、一人でもね、あっこ、はい、あっこのジャックチキンめっちゃ好きで、座敷みたいになってどこか、奥が座敷になってて、で僕はいつも一人で行くとカウンター座るんですけど、あっこでいろいろありましたね。覚えてますブラザー？なんかなんかおもろいことあったんじゃん。おもろいことめっちゃありましたね。ねえ、何やろ大学気になるけどな、僕らに内緒やん。いや、確かに。ブラザー、これ、なんてやつやるんですか？アーキー&ソルトフィッシュ。アーキーアーキーっていう木の実と、ジャマイカで取れる木の実と、ソルトフィッシュっていう白身魚の塩漬けのやつやな。これが、じゃあ先食っていいですか、じゃあ。うまいね。うん。これ多分アーキーじゃないと楽しめへん食感と味やな。これはうまい。米がな、この豆ご飯がめっちゃうまい。なるほど、いやこれはうまい、ほんまに。うん、あ、うまっ。ここ多分魚のところだよ、お前。魚のところと、ここ魚どっかに。魚もなんか今食感ありましたね、魚も、はい、これとかでもそうだよ。うん、うまい、うまいかも。あー、こん、その毎日こんなの食ってたらこんなの食すか。これうまい、ありがとうございます。はい、これポーク、これチキン。あ、これチキンですね。で、これがポーク。ありがとうございます。これはうまいわ。これがポークやな。フェスティバルってこの揚げパンにめっちゃ合うんですね。俺こんなブラザーみたいな人がいないじゃないですか、こんな路地裏。路地裏この通りもよくんな。通りじゃないねんけどな。あ、これでもちょっと撮影場所にいいですね。いい感じの、監視カメラもないし。あれやな、ここで今女の子と注意したいな。あんなことしたりこんなことしたり、ね、こんなここができますね。ここできるやろ、ほどよくな。確かに誰か見てへんからっていうか、そういうのあると思うし。昔の話だけどね。いや、昔とも今でもやっぱね、ブラザーがチューする気持ちある。俺もチューしたいやん。すぐに性行為をしてる。いやブラザーには。それはあかん、男としてそれはどうか。チューから始めるんや。それはチューからして、それはな。チューしてから言えるまで1時間ぐらいかける。ああ、いいな、いいやな。
活の話だけど今はもう普通に押すもんねこんなにこういうなんかこういろいろ散歩したりね、タバコ吸いながらな、はいはい、一人になれるやん、クラブとか一人で遊びに来ても。確かに。ほんまに僕もねライブ来たりとか、まあクラブちょっと遊びに来るぐらいであんまりねうろうろはしたことないですよね。いいね、カキ。オイスターバーこんなとこにあるんや。ブラザー、俺ね、カキ大好きやったんですよ。いやなんならまだ大好きなんですけど。当たってもうて、もうそっからね、もうトラウマ、ほんまにしんどかったんですよ、ノロウイルスにならって。それでも次食べたら大丈夫とかでね。いやもうね、怖くて、あれは2個、まあまあ急にしかった、きつかった。いやもうね、ほんまに救急車呼ぼうかなと思ってマジで、まず、ね、熱41度出たんですよ。おーおー、はい、高熱やな。高熱出て、これはインフルエンザかなと思ったんですけど、もう違うんですよ。でちょうどね、なんか冬の終わりぐらいの牡蠣を食ってたんですけど、冬の終わりぐらいってなんかね、牡蠣ダメらしいんですよ。ほんまに、はい、冬のイメージあんねんけど、冬の終わりは、暖かくなってからのやつはダメらしくて、それ以降はまた大丈夫らしいですよ。そうなんや、はい、だから今ぐらいが牡蠣大好きやな、牡蠣生牡蠣食べれへんそれ。いやもうほんまに辛い。エビ大好きなやつがエビアレビーそう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 、ほんまにねめっちゃ好きだったのにそれはちょっとリベンジしようやじゃん。いやーまあそうっすね、リベンジしよう、季節選んでくれ。そうっすね、そっからちょっと克服してちょっと完全復帰みたいな。あーうまい。さあな、次の現場に行きましょう。ラブホとクラブってセットやな。セットっすね。まあ行くことないっすけどね。どう、あのいやいや、もうクラブ終わったらもう家、別に普通に帰宅するだけ。ほんまに言うたろ。いやほんまに言うて、今なんかあるんですか、その。いやいや、何で見たわけじゃないけども、はいはい、まっすぐ帰った言語ってことない。そんなことないわ。途中俺はそりゃ家帰るね、懸念やし。俺はまあ懸念やし、こう見えて。まあまあブラザーは俺懸念や。あのそうですね、いつも飲み終わって、ほんと楽しめたらそれで結構、まあ、あ一緒っすね、一緒っすね。大人なんだな。そんな遊んでたかな昔。いや京都来たらやっぱ健吾負け知らずで、俺の中では負け知らずっていう表現がいいっすね。三連ちゃんとか。ああそうなりました。ナンパ三連ちゃん。ナンパ三連ちゃん、あれびっくりした。あそんなんありましたかね、クラブ帰りな。ケモさん本当はどうなんですか。いやどうなんですかね、まあそれはもうだから本当なんじゃないですか。じゃあブラザーが言うには、なんあんまり彼女だけやもん。彼女もそんないないですけどね。そんなっていうのもおかしいですけど。いやまあね、その別に僕はね、あの何アイドルレスラーでもなければ、別に色恋で売ってるわけでもないんで、何にも別にそのファンに対して隠すことには何にもないんですけど、僕は。まあでもそっちの方が男のファン的には、うん、まあね、そいつ生かしてるわって、ほんまやっぱかっこええなって、はい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 、だから何気に俺ら男のファン多いもんな。いやいや俺らっていうのやってください。僕はそん中でもやっぱり健全に生きてるんで、男の人にはもう、あいつつまんないなっていう風に思われがちやん。ほんまに、うん、ブラザーみたいにそんなめちゃくちゃしないし。いや俺なんて何したの。そらリング上とかな、プロレス業界では結構めちゃくちゃしてきたけど。いやまあまあリング上はもうみんなそらもうそうですけどね。今のむちゃくちゃ詳しくお願いします。いやブラザー、あのね、まあこれはもう僕がいろんなところでも話してるんで、話してるってか、その何ファンクラブのトークショーの時とかも言ったし、あれなんですけど、これ何ここで止まるちゃいますよね。行ってまおう、行ってまおう。あ、これか、これか。いや言ったんですけどね、まあ東京のクラブで、あれどこやったかな、あげた新木場か、あのクラブ、そうそうやな、新木場のスタジオコースな、新木場ファーストリングの向こう側やな。そう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 、で、まあ遊びに行って、
でまあなんか男同士であれしてもしゃあないし、ちょっと女の子でもねこうなナンパっていうか、まあ一緒に飲もうと思ってね、そこでまあ僕がいろいろ声かけて、でまあ結構手応えも良かったんで、えどっから来たんですかみたいな話してて、であじゃあ一緒に飲もう飲もうみたいになって、でブラザーがそこにこう、あもうこれはいけるなと思って、もうケンゴ一人で行ったけど、あもうこれ OK サイン出たなと思って、ブラザーが来た瞬間その女の子顔青ざめて、ブラザーの顔を見てさーって何も言わずに去っていったんですよ。せっかく僕が捕まえたあの女の子、寂しかった。もうね、あん時のブラザーのへこみをあれはもうへこむで、いやあれはへこむ、確かになんか悪いことしたっけね、まだ俺声もかけてない、あーおー言語、そうそうそう、そんな感じで戻ってきて、おー言語やんけあれはね、もうあんな情けない先輩姿見たないどっちが顔があれな、どっち顔絶対怖いやろ。いや、まあ、僕も怖がられるけどな。いや確かにね、いや顔で言ったら多分ブラザーの方が確かに優しい顔はしてると思う、ほんまに。いやけどやっぱりなん、そういうオーラがやっぱ出てるんですよね。なんかね、ほんまなんか女の子ナンパできへんしな、ナンパなへこむわほんま。めっちゃええ感じやったのにな。いやめっちゃええ感じ、あ普通にあれは、あもう友達できたと思いましたもん。あなたに友達、飲み友達できたこれみたいな。分かってないな、まだな、まだ若そうやったもんなそうかな、まあまあちゃんとした大人やったけどレストランリスペクトしてんのかこいつはっていうオーガナイザー、うん、いわゆる何プロモーター、はいはいはい、ああいうところは潰したいな。なるほどね、それになびいていくレスラーもレスラーやけどな、はいはいはい、今ほらお金稼がなあかんっていうレスラー多いやん、それはプロレスで稼げるの一番やけどな、やっぱそれは選ばなあかんわ。いやほんまそうですね、何を求められてんのかとかな、うん、そういうの感じて表に表現できる、だってプロレスやで、うん、いくらギャラが高かろうが安かろうがリスクは同じやんか、戦って怪我する、死ぬかもしれん、うん、そのリングでな、ここのリングでほんまに最後迎えれるんか、はいはいはい、俺はその基準で選ぶ な, な, るほどなるほど、オファーいろいろ受けるけども、せやな、ぜひ出させてくれって、ギャラがなくてもいいしっていうところももちろんあるしな、はいはいはい、ここは出たい、ここバイブス上がるし経験になるし、ここはやっときたいっていう団体もあるし、せやな、もうそんなリスペクトもないやつのリングで怪我もすんの嫌やし、なんならもうほんま上がんのも嫌やし、力になりたないしな、うん、そうですね、そういうとこは潰したいな、いちゃん。なるほどね、交互期待でございます。結構ダブプロレス前は結構昼飯食いながら酒飲んでたりするの、はい、多分海と酒ってなんで泡も合うんやろなっていう感じで、ついつい呼んでまうねんか、はい、まあ、でも飲んだ時こそやっぱちゃんとせなあかんっていう気になるんがまあ、ね、俺そうやねんな、そう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 、飲んだらやっぱブレーコーとか言うけど、いや酒飲んだ時ほどちゃんとしようよって、まあ試合もせやん、飲んでるからってな、ね、怪我なんか絶対したら飲んでるからやって言われるしな、そうですね、でもね、ぐでんぐでんなるまで飲まないですもんね別に、まあ、なちょっとガソリン程度にこう、うん、飲むだけやったら別にね、あれやから。僕は割とだからそのダブのせいでって言ったらあれですけど、ダブのせいで割と僕は試合前に普通に酒飲むことが普通なんですけど、でもよく考えたら結構周りびっくりされるんですよ。びっくりすんな、はい、え試合まだもう飲んでんのみたいに言われてえもうってじゃあいつ飲むのって試合終わってからじゃあ別にそんな家でええやみたいな、飲みたい時に、はい、みたいな感じになるんで、だけどあこれは普通のことじゃないんやなと思って、あちょっとね、場合によって気をつけなあかんなとか、そうやな、場合によって気をつけんとな、そう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 、団体でやっぱ色ちゃうもんな、うん、そんなん一切あかん団体もあるしな、そうですね、メキシコやったらやっぱな、ちょっと遠く離れたところに会場入りすんのメキシコ人ルーズやから、やっぱ試合始まってる状態で、はいはい、うん、工業始まってる状態で会場とか着くから、はいはいはい、ウォーミングアップできひん時とかはやっぱもう着く10分ぐらい前にレストラン車の中でちょっと
ウォーミングアップガーデン、体温めない、テキーラ飲もうっつって、ね、テキーラ回して飲んだりしてねんか、はい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 、その影響で別に俺は文化的には別にない文化ではなかったし、ね、でもそれがやっぱ日本にそんな団体があるんっていうのは多分ダブプロレスぐらいなんかな確かにそうっすね、うん、ちゃんとやることやれば別にあかんことはないし、そうっすね、むしろテンション上がっていい時もあるしな。ナマズ大好きやねんな、ナマズ見たら上がるよな。いいっすね、あのここはねブラザーがおすすめのとこで連れてきてもらいます、ね、東京のど真ん中にこんな店があるっていうな。これね、オスカーね、これ買ってたんですよ、俺も買ってた、アマゾンがそうだよね、こんな大きくなるとこれで死んじゃったけどね、いろんな、いろんなバリエーションか、そうそうそう、同じ種類でもな、やっぱな同じ個体が一つもおらへんっていうところがやっぱな、魅力やな。あでもアローナと共存してるのがいいですね。ベタってあの水からじゃなくて直接空気吸って呼吸消毒しない、結びつくは必要ないし、ね、でもオス同士で買うと殺し合いしちゃうから、こうやってたん喧嘩が喧嘩しちゃう。ピラニアですよ、ピラニア、これやっぱピラニアとスネークヘッドは違うんですよ。ピラニアもいろんな種類おるじゃない、見てこんななんかこれもシュッとしたピラニアもこれ聞いたって、ブラックピラニア、もう俺どういうのやろ、指食おうとしてる、これは凶暴やな。こんだけいろんな種類あんまり、あんまりエロな目がいかへんな。他に目前、値段見てください。30万、でも安い方っすよね、もっとね、上には上のシーラカンスの淡水バンズ言われてるやつや。うーん、うわ、10、これもこれ人気あるよな、はい、かっこいいもんな、牙入ってるし、何で知ったの。これはいろいろ言われてるに、はい、あの絶対グラフィングにしてて、携帯で調べて、でここを見たときに、ここやって思って、当時熱帯魚も買えへんかったし、はいはいはい、買いたくても買えへん状況やったし、とりあえず食えな、魚見たくなかったね。ということで昼に始まったロケもしっかり、あたりはね、暗くなっていました。遊んだな、今日遊んだっすね、遊びだらんな、うん、まあちょっとね、本当にこうね、趣味も一緒やし、ブラザーは好きな食い物もきっと一緒やし、やっぱ一日じゃね、どうしても物足りなく感じてしまうんで、いやな、これ後半、前半後半ということにして今日が前半やった、めっちゃ撮ったもんね、はい、で、いやいや違う違う、今日はこれで前半で、また後日後半ということで、ちょっとまたブラザーにはゲスト来てもらいますわ。いろんなとこ行ったやもんね。いやほんまに、いややっぱね、僕らこんなんじゃちょっと物足りないっていうね。明日も試合あるけども、あ明日どこ、ウドラクンゲットね、あかん、死んでる場合じゃないな、試合で死んでる場合じゃあかん、ほんまにまた遊びたいしな、ほんまにね、行きなあかんな。ここは、中野坂上、中野坂上やな、はい、いろんなとこぐるっと回って、最終的にこの中野坂上に、ここで今日はロケ終了ということで、一旦スタジオにお返しします。はい、今日はブラザーありがとうございました。ありがとうな、ありがとう、ありがとう、イエーイ、ピース、ピックアップヨーセル、ブー